はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ミヒトです。今回はですね、パトラの方、スーパーゴッドフェス追加されました、ヘラ、ルナだったかな、使っていきたいと思います。操作時間が5秒増えるんですよ。5秒なんですよ。5秒増えるのがフレンドモードということで10秒増えるんですよ。やばくないですか？ただ、火力がかなり出せるっていうキャラクターではないんですよね。全パラメーターが2倍で、4コンボ以上で攻撃力が4倍ということで、先ほど、以前使った2人とはそこまで火力が出るわけじゃないんですが、操作時間が長いイコール強いっていうイメージが僕の中にありますので、やっていきたいと思います。極限ゴッドラッシュ。今日も楽しくゲーム実況、プレイは大胆かつ慎重、プリーズサブスクライブランデブー、ミヒトチャンネル。はい、やっていきます。1フロア目は第一のコアという、ガイアさんですね。火属性吸収なんですが、闇ドロップがないですね。まずね、 OK。 まあ副属性やし多分大丈夫とは思いますが、火が2コンボ分あるけど、多分大丈夫じゃないかな。副属性で2人だけでしょ。全回復しちゃいましたね。ヒドロップを消したらダメですわ。ちょうどいいことにヒドロップがないので、これでいけるかな。闇ドロップが5個か。1列繋げることもできないな。ちょっと中途半端でしたね。これでどうだ。これで火が落ちてこなければ来るんかい。いやいや待ってよ、なんで落ちてくるのよ。落ちてこなくていいよ。これ確か 99% の割合ダメージだったかな。痛いな。軽減がねつけられない。軽減ない代わりにステータスが倍っつった感じなんで。 OK、 ヒドロップは揃えてない。落ちてくるのよヒドロップ。よし、落ちてこない。多分行った多分行った。オッケー。で、次は確か体力回復してくれるよ。ね、うん、アテナさん。アテナさん確か最初はね、体力回復してくれるので、よかったよかった。わー、ね、全ステータスが2倍系のリーダーって、回復力がちょっと困ったりするんですよね。だからちょっと、おーおーおーと思ったんですが、ちょっと待って、これ。盤面10コンボー綺麗にできた気がします。すげえ綺麗にできた気がします。 OK、 突破突破。さーて、3フロア目は、ゼウス・ディオスさんですね。先制攻撃で結構食らうんですが、痛くないですね。なんてったってステータス2倍ですからな。で、操作時間もかなりあるし。おーっとっと、こうして光、限界か。水と光、違う、回復が落ちてきたらいいなという期待を込めたが来ないと、まあ、仕方がないでしょう。OK? さて、半分越しました。4フロア目。どけどけどけー。 お前神だったっけ。お前悪魔だったような気がするんだがな。まあいいでしょう。この光も揃えたいですね。闇は、5つで消してみようか。4つ消しで強化するやつっていなかったよね、確か、このパーティーには。OK? さて、ボスの1個手前、5フロア目。ブラックディメンション。暗黒覚醒したゼウスかな。まあ、多分倒せるよね。できることならね、相手光属性の方が火力出るんですけど、まあ、正直な話、難しい。超火力が出せるわけじゃないので、ヘラさんは。そうですね、なんだろうな、ロキとかだったかな、ダークエンハンス。何ターンの間、闇属性の攻撃力が何倍っていうリーダースキル、違う、スキル持ってるキャラクターがいたらいいのかなとも思いますが。まあ、これ、お相手さん光なので、ここら辺のスキル使う必要もないと思いますが、いきますか。操作時間ほんとかなりあるな。17秒だったよね今な。最高。操作時間があるってことは本当にね、勝負の勝利につながりますから。勝負の勝利に、うん、OK。 これで火と回復の落としを作ったが、ギリギリ火がつながったってレベルかな。
オッケーオッケー、突破突破ということで、極限ゴッドラッシュ、いかがだったでしょうか。まあ、正確に言うと、ルナさんのお試し降臨攻略だったんですけど、火力面がちょっとって気もするので、ちょっと1ターンの間、2ターンの間、攻撃力が倍とかいうリーダースキル、違う、スキル持ち持ってきた方がいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。今回の動画は楽しんでいただけたでしょうか。コメント、高評価、チャンネル登録、リクエストの方お待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。